はい、いらっしゃい。へのじ。はい、兄貴。はい。兄貴の好きな食べ物です。好きじゃねえし。じゃあこれな。何の白子ですか？これはね、サワラの白子。サワラの白子？そうだよ。これで、じいちゃんがさ、昨日俺サワラ食いてえで買ってきてくれって言うので買ってたなんて。入ってた。うん、だから入っとった。でも昨日のサワラめっちゃ良かったぞ。ほんとに。うん、まとまりも食べさせてあげたかった、ほんとに。ないの？まあね、じいちゃん食っちゃった。ないの？サワラ一本食ったらじいちゃん。半分やっちゃったもん、じいちゃんが。わぁ。だってまあ、これな。これを使って、うん、あれやろうかなと思って。パッツァ、パッツァ。またアクアパッツァ。白子のアクアパッツァ。パッツァ温泉にも解明だろ。これ今日サブだから、試し、うん、お試しっていうな。うん、やつやっていこう。ないの？な、まあ、アクアパッツァ得意だから俺。うん、で、兄貴がこれが苦手だろう。苦手。歌で俺兄貴呼んだんだって。兄貴の苦手を克服するチャンネルだ。これ、俺なんで出んだろう。あれだからそうだって、違うって。どうやってやるって言うの？そうそうだった、そう。あ、ほんとだ。出だした。やり方分かったの？分かった。こっちだ。反対なんだ俺。そっち。勉強だったわ。勉強だったわ。これね。入れました。このまま一丁で。一本。白子一本焼きで。やだ。どうすんの？分けれんが。箸でこう分ければいいじゃん。いいよ。俺、一口ぐらいしか食わんけど、あと全部食べてよ。それは分からんわ。いくぜ。白子一本焼き。贅沢なのか贅沢じゃねえのか何なのかよく分からんぞ。これ違う、贅沢だと思うよ。白子一本だもん。体が悪そうだもん。悪そうだろ。俺はもう10分の1しか食わんでな。違う、俺もね、悪いと思う。体にこれ絶対な。何をカルパス全部食うくせに。来たあれなんかね、悪いよ。あれ食べちゃかんよ、本当に。カルパスした方がな、50個入っとるだろう。あれ体が悪い。食いすぎなんですけど、ようあんな食えるって。食えるよ。ま、いや割れてくるよこれ。ああ。今雑にやったもんで割れたんだわ。違うんだ、割れるんだって。熱でこう縮こまるから割れるの、うん、これな。天ぷらとかにしてくれよかった。じゃあそんな普通じゃん。まっ、おやべ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 、弾けるぞこれ。これやべ、弾けるぞ。やべやべ、おい、ちょっと待って本当に待って、やべやべ、死にまずいしまった。ビビるげー。これちょっとさ、一本はちょっとまずかったな、これな。なんで切らんの。じゃこれ、あーやべー、あぶねー、弾けるぞ。俺今日半袖なんだね。ちょっとこれ、ほんとまじで、やべ、やべやべやべ、反対反対、あぶねー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 、これマジで、あぶねー、やべー、これ破れちゃった、結局。ちょっと、まあ、切る、あぶねー、切る、あぶねー、切る、あぶねー、あぶねー、やべ、なんだこれ、やまーズームで行くわ、ズーム。ちょっと危ねえ、遠からズームで行く。これほんと危ねえんだって、なにこれ。もう水分多いで、だって。まあ、こっから、もう焼けたかな。焼けたかな、じゃないって。これ、水分多いちゃったよ、一日水分取っといたんだよ。いや、弾ける。よかった、あんたおって。弾ける。危ねえな、これほんとに。まあ、こうしたらな、兄貴、うん、ここなら水入れちゃうわ。水煮ちゃう。ああ、怖い、ね、どうなってんの。危険クッキングだぞ、危険クッキング。あ、これ、なんでこれ今日なんでパチパチ言う、これ。油じゃない。油だけど、いつもこうやってやるじゃん。あれ、オリーブオイルか。でもいつもこうやってやるじゃん。ドラ弾けとるが、怖いな。これなんかめちゃくちゃだぞ。うちがめちゃくちゃだぞ。おー、火事になるぞ。ほんとだって、ほんとにこれね、良い子のみんな真似したかんの、これ。これな、強火で煮てるからさ。あ、ワインまで入れるよ、ワインな。ワインも入れる、今日はワインも入れる。どうぞ。こんなぐらいな、うん、これとか。危ねえもん、近寄れねえ。ほんと危ねえよな。なんかうまそうに見えんな、これ。最悪だな。うまいって言っとったくせに。じゃあうまいっていうか、じゃあうまかったよ、白子自体はね。でもアクアパッツァにすることによって、まずなっちゃうかもしれん。ちょっとしたかな。嘘つかれたな。違う、嘘ついてね。騙された。じゃあ押して、これ塩、俺塩忘れとったよ、今日兄貴。塩忘れとった。ちょっと塩振るわな、ちょっとだけな。別に騙された。騙されて、これでも手騙されたぞ。多分、うまいって。こうしたらさ、やっぱり一応さ、この上がかからんから、こうやってね、かけながらね。久々にまずいの来たな。
まだ決まってねえだろ。アサリも入れるんだぞ、大きな大粒のアサリを。俺アサリだけでいいわ。ダメだって、お前そんなって意味ねえじゃん。だ意味ねえじゃん、お前。俺アサリだけでいい。いやダメだぞ、アサリだけ絶対ダメだ。嫌だ。ちょうど俺二等分にしちゃったから。嫌だって。ちょっとまだちょっと細かく切って。はぁ、あ、ちょっとどんな感じで。ちょ、分からん、俺も分からんよ、それ。でも、生でも食えるよ。やだって。なにそれ。多分な、生でも食えるんだ。で、こう来たろ、兄貴。これそろそろ、アサリ入れろ、俺。まあ、ちょっと、汁がなくなっちゃうから、アサリな。うん。アサリ入れちゃう。OK。そう。で、アサリ入れてる間に、トマトは最後に入れる。仕上げにね。切るわ、トマトな。もうちっちゃい方がいいか、トマト。食ってみるか。いいね。いいな。これでっか。この、尻尾生えとってもいいよね。やべえな、これ。これが川村さん。トマトの尻尾切らなかん、これ。尻尾生えてきたらどうすんの、尻尾生えてくる。尻尾生えてくるよ。めちゃくちゃだね。めちゃくちゃだね。これ、栄養だぞ。これ生えてこうかな。問題、うまいかまずいかだけだっけ。そういうとこだ。アサリがあかんで、やめとこう。やめ。あいつ、あいつが、あいつ、あいつ。お、身が結構いいじゃん。結構身がいいな、今年の。多いな、アサリ、これ。俺たちが売ってるやつさ、結構身がいいじゃんこれ。身がいいんだ今年。これ年によってあるでな、A 割りがな、ね、これ今年いいぞ結構。なんだこれ。これみんな開くよこれ。いくよ。どうぞ。オイオリーブ。どうぞ。よし。これを。あ、トマトじゃなしよった。やっべ、トマト入れてね、最後よし、今日これ完成だ。これ腹立ったのかな。踊っとるだろ、もう。すげえ。よし、はい、食べよう、完成。はい、はい、お疲れさん。はい、はい、じゃあ手を合わせて。いただきます。いただきます。さて、お味は。サラなし、サラなし、サラなし、なしかよ。なし、なし、うん。でもうまそうじゃん、こう白子、マジでこううまそう。見せたのか、みんなに。見せたれ。見せたのかな、これ、白子。見せたれ。はい。これ、うまいと思うよ。あ、見せた。これでいいわ。よし、いただきます。どう？まっす。普通って何？普通アクアパッツァにする意味がなかった。うん、これ、ほんと。いただきます。あ、ね、あんま得意じゃないけど。アクアパッツァにする意味なかったな。ただの白子だ。うん。うん。どう？これ。うん。食えるでしょ別に。臭いとかねえじゃん。な、臭くはないけど。嫌い。何を食ったのかよ。よくわからんだろこれ。作ったの自分だよ。じゃあ俺うまいかなと思って。アサリ、アサリ。よし、いきます。うん。うん。うん。あ、でもね。アサリうまい。じゃあでもさ、うん、これ白子このソースあるじゃん、うん、お、よくつけるとうまいぞ。ソースよくつけたらと。じゃあほんとだってうまい。うん、うん、これホールはうまいもん。じゃあマジで。じゃあソースいっぱいつけて、まあソースいっぱいつけてみ。ソース、この下のソース結構うまいから。これうまくね。まあまあよっ。うん、あーね、意外にね、食えるだろう。食えるな、うん、意外にそんな臭くないのがいいわ、うん、いや、トマトとソースとアサリと一緒に食ったら食えるよ、これ全然。俺だって苦手だけどさ、白子、うん、あ、食えるよ、うん、うまくね、これトマト食うと。意外にこれな、滑るんだよな、トマトの味。これトマトうめえからな。トマトの味になっちゃったもん。いいんだそれで。ええの？うん、いいの？ええのそれで。はい。でも意外にいける。いけるだろう。うん。これパッツァだもん。意外に白子。うん。いける。うまい。うまいだろう。うん。俺結構さ。うん。俺のパッツァがうまいじゃん。それは。あるだろう。うまい。よう分からんけど、オリーブオイルがええで。これをさ、どうやって取る？違う。これを。あ、わかった。アサリすくえばいい。すくん。な、はい、落ちちゃう。すくん、アサリと。あ、新しいことか。アサリですくって。あ、こうやってな。あ、ここに
トマトものしちゃって、うん、1個の料理にしちゃえばいいの、こう1個の料理、もうそしたらね、トマトの味だよこれ見て、料理グラタンみたいになっちゃう、うまいこれ、いきます。そう、グラタンみたいな感じ、うんうん、うん、白子は結構うまいな、うん、この、このあんたの食い方これええな、結構アサリと合う、アサリと合うな、合う、アサリと、トマトだとトマトになる、なっちゃうな、でもトマトはね、さっぱりしてうまいんだよ、うん、うまい、でもないと困る、トマトは、トマトな、うん、じゃあねえとアクアパッツじゃねえから、うん、今日のトマトうまいだろ、これ糖度 8% うまい、うまいだろ、うまい、このお前のおかんに、おかんにやっといてたわありがとうございます意外に白子うまいかも、食えるかも、食えるだろう、うん、意外に白子食えるかも、食わず嫌い、これ1個得したろ、克服した、得した克服した、克服したし、得したろ、これで1個食えるんだからさ、うん、いやでもこれはたまたまいいだけかもしれんが、そうだな、これはいいだけかもしれん、本当にこれ結構ありだよ、みんな真似すると個体差が多いでさ、これでも、ね、何でも結構みんなね、今の時期サワラ食うだろう、うん、これ入っとるじゃん、うん、大体入っとるなんてオスだったら、うん、みんなこれ真似するよ絶対簡単なもん、アサリもあるじゃん今ね、俺たちがなんかうまそうに食っとるじゃん、ね、うん、これ本当かなと思ってみんなも、うん、また俺たちが嘘言っとんじゃねえかなと思うじゃん、うん、だって嘘でこんなに食えんからね、言っとくけど、うん、ちゃんと食うで、ちゃんと食える、嘘だったらな、うん、俺たちはまあやめとるっていつかまでな、いつかで、まあ、まあ、後で、後で食べるわとか言ってうわってなっとるって、うまかったうまかったろ、うまかった、よし、ごちそうさんして、最後かな、じゃあごちそうさでした、ごちそうさでした、で、今日はね、うん、白子のアクアパッツァを作って、兄貴のこの好き嫌い1個ね、克服できたんで、よかったと思います、はい、よかったな、よかった、ただ火には気をつけてそうだな、うん、なんかすごくってなってたで、みんなね絶対ね真似すると思うんだって真似しても最初、真似してもいいよな、でも最初気をつけた方がいい、焼いてから、焼いてから切っとけばいいんだ、切っとけばいいんだ、切っとけばいいんだね、ってことでみんなね、サワラを、サワラに白子があったらみんな真似してみてね、ということでバイ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 。